皆さん、本日はようこそ第8回トキワズ文字作品演奏会へお出かけいただきました。これから私の作品の三弦四重奏シリーズ、全曲演奏にかからせていただくんですが、その前にですね、今日はせっかくの機会なので、ちょっとこのそれぞれの三味線の違いについてお話をさせていただきたいと思います。まずここに三味線があるんですけれども、三味線というのは実は非常にたくさんの種類がございましてですね、今一番世の中で音が聞くことができる津軽三味線というのがございますけれども、あれもやはり三本弦で似た形をしておりますが、このここに並んでいる三味線から見るとかなり遠い親戚という感じです。奏法自体がかなり違いますし、みんなすぐ持ち替えて急には弾けない三味線が津軽三味線です。この三味線の方、4つの4種類の三味線の方がいくらか、それよりも近しい関係かなという感じがするのですが、それでもかなりの差があるんですね。まず高音部パートを担当する細棹三味線から、ご説明をしていきたいと思います。ご存知の通り長唄で使用される三味線です。ここの部分駒と言いますけども、駒がやや低め、糸も細め、バチも小さめで、高い音を出すのに優れているのと、あと速いメロディーラインを弾くのに、非常に、得意としてます。速いメロディーラインが得意な楽器です。何かちょっと音色を聞かせていただいてよろしいですか。まず単発で音色を一つずつ聞かせてください。ちょっと早い音色を聞いていただけますか。はい、という具合ですね、こういう速い、音が得意で高い音、ピシッという、なんていうんですか、小気味良い打撃音といいますかね、そういう成分が含まれた三味線です。次に地唄三味線聞いていただきたいと思います。これはですね、やはり、同じような三味線ではあるんですけど、駒の形が結構違います。駒が今日は水牛の駒ですね。水牛の駒で、駒の中に金属の重りが入っています。で、金属の重りが入っているために、ちょっと低めのくすんだ音がするんですね。で、金属もいろいろ使うんですって。今日は何ですか。今日は金、中に金が入っているそうです。金、銀、鉛などいろいろ使われるそうですが、それぞれによって微妙に音色が違うということです。それでは音をちょっと聞いていただきましょう。はい、このようにですね、お琴と一緒に演奏したり、地唄というジャンルの伴奏に使われたりする楽器、非常にしっとりとした、いい音が、伸びのいいといいますかね、独特な音色ですね。で、ちょっとここの部分見ていただきます。丸くなってますよね。で、まあ要するにここの部分まで来るともうこの三味線は音程は抑えられない、あとは中空でなんとか音を出すということになってしまうんですが、これ鳩の胸みたいなんで鳩胸って呼ばれてるんですが、地唄の三味線見てください。実はここまでギリギリまで鳩胸っていうのかな、来てます。鳩胸言いますね、やっぱり。ということで非常に高音部の方で、活躍ができる楽器となってます。ちょっとだけ高音部いいですか。もうこれ優に開放弦の、2オクターブ上まで、使われていますね。こういうふうに高い音がこういう状況で使いやすい楽器です。で、これ私が弾いております時和津の、中棹三味線、実際の中棹三味線よりちょっと私ごついのを使っておりまして、太棹三味線に近いですが、これは速い音型は得意ではありません。その代わり大きな音がするのと長く伸びる音が特徴です。このような音が演じします。さて、で、次にこちらにいらっしゃるのが、太棹三味線、おなじみの義太夫で使われる三味線ですね。ちょっと胴掛け、この胴に使
腕が当たるところにする銅掛けというプロテクターの形がちょっと違ってます。そこに手拭いを巻かれるんですね。さらしをね、さらしを巻いて、演奏するという形になります。竿の形は基本的に同じですが、糸巻きの形などちょっと違いますね。ちょっと違ってます。で、駒は水牛の駒に、あ、角ですね。水牛の角に、鉛が入ってます。鉛が入っているので、こういう太い音がいたします。ちょっとやっていただいてよろしいでしょうか。はい、というわけですね。西洋楽器の弦楽四重奏を考えた場合は音色の変化っていうのはそう実際にその4つのパートで音を溶け合わせるように、作っていくことになるんですが、三味線を四重奏で考えた場合は、音の工程プラス音色の差ということが非常に出てきます。これがそれぞれ細棹と中棹、細棹と地唄、中棹と太棹とかそれぞれがこういうふうに入り組んだデュオをしたりすることによって音色の可能性が非常に広がっていくんですね。で、ともかくこれが私面白いと思ってこの10年間、このシリーズを書き続けてきたようなわけなんです。1番から5番までそれぞれちょっと趣の変わった曲が並んでおります。これから演奏にかからせていただきたいと思います。それでですね、第1番と第2番の演奏の後に15分間の休憩を取らせていただきます。それから3番、4番、5番と演奏させていただきますが、4番と5番の間に、4、5分のインターバルを頂戴いたします。と申しますのは、三味線、ちょっと中棹三味線と太棹三味線が調弦を大幅に変更いたします。ので少々そこでインターバルを取らせていただきますが、皆様はそのままでお待ちいただきたいと思います。それでは第1番から順々に演奏していきたいと思います。どうぞよろしくお願いいたします。